こんにちは、ウッキーです。早速ですが、この動画でご紹介するのはサンディスクエキストリーム USB3.0 対応メモリー 64GB のご紹介です。皆様は普段どのような USB メモリーを使っていますか？僕自身は仕事上大容量なファイルを扱うことが多いのと、最近はルミックス LX100 など 4K 動画が撮れるカメラを所有したので、ファイルサイズがどんどん大きくなっているのが現状です。だから読み書きともに早く転送できるのがいいですね。ということで、今回はちょっと比較する容量は違いますけれども、今までに持っていたこの PQI の 16GB USB3.0 メモリーと、この爆速と言われているエキストリームとの書き込みによる速さの検証をしてみたいと思います。じゃあ早速始めたいと思います。今回コピーするファイルは LX100 で撮影した 4K 動画、容量 56GB で5分27秒の動画でございます。それでは参ります。両者位置について、よーい、スタート。スタートしました。エキストリーム早い、エキストリーム早い。あー、もう終わってしまった。時間は12秒ですね。対して PQI の方はどれぐらいかかるのでしょうか。このインジケーターを見ている限りでは、想像以上にまだまだ時間がかかりそうですね。ちょっとここからは視聴者様のことも考えて、コピー終了間際まで早送りしたいと思います。お、ようやく PQI の方も結果が出ましたね。3分35秒で終了しました。これ実に18倍も早いですね。18倍ということは、単純にエキストリームが1分かかったとしたら、 PQI は18分かかる計算になります。これは一度使ってみると元には戻れないですね。歴然とした圧倒的な速さで、エキストリーム速いです。どうですか、ちょっと比べるのが間違っていたと思えるくらい違いすぎましたね。時は金なりといったことわざがありますけれども、時間を大切にしたい方や、僕のように大容量のファイルコピーを頻繁にするような方は、絶対にこっちですね。 USB メモリーは壊れることも少ないし、無期限保証もついているし、将来的にもずっと使えるものなので、これから USB メモリーを購入検討されている方はぜひおすすめします。で、ここで一つだけ注意点があります。容量の少ない方から 16GB、32GB で、今回ご紹介した 64GB がありますが、書き込みの数字を見てください。違いますよね。 16GB は最大 50MB、 32GB は倍の 100MB、 そして64GB は 190MB と、読み込み速度は同じなのですが、書き込み速度は全然変わるのです。だからおすすめは 64GB なのです。ちなみにもっと速くて大容量のメモリをご希望の方は、エキストリームプロの 128GB なんてのもあります。ここまでの内容は分かっていただけましたでしょうか。この商品に関しては Amazon が送料も無料でほぼ最安値だったので、スマホの方はタイトル欄をタップしていただいて、 PC の方はもっと見るをクリックしていただいてご覧ください。よろしくお願いします。では次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。